両手がガッツポーズ。両手がガッツポーズ。両手がガッツポーズ。ロッキー、ランボー、プラトン。人が座ってる。人が座ってる。手挙げてる。うん、手挙げて座ってる。オッケーオッケーオッケー。ロッキー、ランボー、プラトン。次は？まだまだ来てる。え、どこだ？あ、次にちょっと待ってしてる。泣いてる。ちょっと待って。泣いてる。あ、鳥の、ね、泣いてる？あ、ちょっと待って。あ、キノコの山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 。ファミラボやってきまーす。イエーイ。毎週土曜日18時ファミラボ動画のお時間でございます。ファミツの北口本人です。そして編集です。そして無担です。無担です。よろしくお願いします。おいおい、はい。ちょっとね、今日は都合によりムート先輩はいないということで2人でねやっていくわけなんですが、はい。本日はですね、 We were here expeditions the friendship というですね、2人協力の謎解き、3D アクションゲームやっていきます。気になってた。うん、人気ありますよねこれね。まあ、いろんな、シリーズある中で、まあ、このフレンドシップっていうのはちょっとまあ短めの、ね、ゲームということで、うん、今回やっていこうということでございます。はい、というわけで早速上陸しましたと。はい、奥に見えてるのが俺らがいた船で、北口さんちょっとお願いしたいんですけど、謎は勝手に解かないでくださいね。あ、もう解きました。なっちゃうわけないけど。そう、解きました。ダメだよ。あの、謎を見つけたら謎を発見して、そのまず匂いとか食感、うん、見た目とかそういうのを楽しんでください。謎のね、匂いってなんだよ。謎の匂いを分かるでしょ。あ、分かる。クンクンっつってね。そうそうそう、はい、飲み込みましたじゃなくて、うん、この We are here 初めてやるんです。初めてやるんですよ。 うん、なんか人気のあるシリーズだけどね。うん、やっぱさ、ファミラボってさ3人でやってるからさ、うん、こそ2人でやるタイトルってなかなかやんないじゃん。確かにね。だから先輩がいないから、うん、まあ、2人プレイ専用ですか。そうそうそう、2人プレイ専用だから、あ、まあちょうどいいっちゃちょうどいいね。確かに。うん、おお、ズームする。あ、マウスホイール長押してズームした。これやってみて。オッケー、じゃあやってみるわ。あ、そういうことね。で、俺が入るんだろ、これ。え？うん。これはまさか、よく、アクションゲームとかで手ジャンプの、なんかあの感じわかる。手ジャンプ。いや、これ俺だけ入って、そう、キャンクさん中でやるんだよ。なんかそうだよね。うん、だから翔平さんに入ってもらうために、うん、フレンドシップ来てください。フレンドシップ、はい、フレンドシップ来ました。いくよー。うん、おお、完全別行動です。なりましたね。ええー。いやー、こっからどんな、このゲームらしさがこっからだよな。なんかずっと翔平さん、はい、行列みたいなとこ並ばされてるゾーン走らせる。なんか海賊みたいなのがいるスタッフオンリーの扉。うんうん。あ、いた。あ、俺もなんか建物入りました。うわー、質感いいね。あ、北口さんいた。いた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 、おもろ。チケット、なんか今倒れそうだった。これってなんか持ったりすることできんのかな。チケット、チケット、チケット、金と銀と銅のチケットがありますね。うん。ありますか？金と銀の銅のチケット。あー、金のチケットがありますね。あった。金のチケットはね、取った。金のチケット取った。金のチケットね、うん、なんかこっちね、うん、ヒントみたいなのが書いてあって、うん、なんていうのかな、なんていうのかな。椅子みたいなやつを、うん、コイン、椅子みたいなやつが、の絵が描いてあって、椅子、なんていうのかな、うん、なんていうのかな、丸い、うん、違うな、チェスの駒みたいな感じかな。で、それが、うん、アーケードゲームに100円玉入れますみたいな部分の、100円入れてますみたいな絵が描いてあって、次に。うん、で、それがハンドルになりますみたいな絵描いてあって、うん、次それが安全ピンみたいになりますみたいな絵描いてあって、ちょっと安全ピン、
で最後なんか指あの丸い指輪みたいになりますみたいな絵が描いてます。これ何でしょうか。わかりません。とりあえず俺今金のチケット右手持ってるんですよ、うん、金かわからんが金かわからんが、うん、リトライチケットリトライチケット持ってるんで、うん、これ入れてみていい、チケットセンターみたいなところに。ああはい、どうぞどうぞ。ダメだ、反応しないわ。絶対これなんだよな、反応しない。ね、銀のチケットあります？ないです。なんだろう、金銀銅のチケットが書いたんだよな。あ、ここにも入れるとこあった。こんなんかあんのか、え、これ、あ、ここにもある、チケット入れるとこ。ここにチケット入れてみようか。あ、あ、うん、チケット食べられちゃった。ほう、そしたら、うん、チケットマシーンに受付におじさん出てきた。ほう、俺がなんか求められてるのは金銀銅のうち、ね、銀と銅がバッテンされてて金を取ってけって、このチケットセンターに書いてあるね。あ、ちょっと待って、金ね、金ね、うん、で 金は、うん、さっき言った通りなんだよ。うん、うん、金のさ、うん、金はさ、うん、5個の手順が書いてあって、うんうん、一番最初が、うん、そのチェスの駒みたいなやつなの、うん、でその次がアーケードゲームに100円入れます、全品のやつ、そう、アーケードゲームに100円入れます、うん、で、ある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 、何何ある、安全ピンの、あの、なんだろう、なんだっけ、そのアーケードの100円ある、じゃ、その前が、うん、そのポーンのコマ、もしくは喫茶店の四角、あの喫茶店の丸くて平べったい椅子なんだよ、なんか、あ、足も足が銀のさ、うん、それが分からん。でそれ、それなんかさ、ボタンじゃない、ボタンではない、なんかボタンかな、あの、分かった、俺今情報整理すると、ハンドルレバー、はいはい、丸い形の多分時計回り回すやつ、うん、その隣に、うん、すぐ隣には伸ばして倒す型のレバーで、その下には、うん、なんかこう、なんか物をロックする時のなんかボタンみたいのをつまみをこう縦に横にグッと一文字でこう、なんだろう、してロックするようなボタン、うん、でその横にはコイン入れるところ、でその右には星の形がついた大きなレバー。なんか微妙に違うぞ、そのコイン入れるとこだけ同じなんだけどな、うん、ポーンがこれ、最初はそのチェスの駒みたいな、チェスの駒で、はい、次は、でコイン入れる、入れてます、コイン入れます、はい、で次が丸に十字がついた車のハンドルみたいな、うん、それ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 、もあるあるある、その次が、なんか安全ピンみたいなやつで、うん、安全ピンってレバーじゃない？安全ピン、安全ピン、最後の2個は、うん、完全な丸の指輪みたいなやつと、その安全ピンみたいなやつなんだよ。安全ピン、指輪。わかんねえ。最初からいい？金、金、うん、金最初からお願いします。最初はチェスの駒、チェスの駒、うん、チェスの駒、お金入れます、チェスの駒、これチェスの駒だとして見立ててお金入れます、はい、お金入れます、ハンドル、でハンドル、はい、安全ピン、安全ピンで最後指輪、指輪もしくは通り抜けフープ、通り抜けフープ、ダメだ、2個分かんないのがあって、うん、安全ピンとそのポー、うん、ポーンみたいな、うんうんうん、これ何なんだろうな、一番最初のやつ、うん、ポーンって言ってるやつは、うん、あ、でももしかしたら、うん、なんかグイッて引っ張り出して倒す仕掛けがあるんだけど、うん、それをがポーンに似てるのかもしれない。ちょっとやってみるわ。うん。ポーン。ポーン取ったよ、これが。で、わかんねえ、コインでしょ？
で次ハンドル、うん、で次が安全ピン、ね、安全ピンか、うん、で指輪、うん、ダメだ、安全ピンもしくはなんだろうな、楕円形の中に丸が書いてあるだね、安全ピンって言ってるのは楕円形の中に、細長い楕円形の中に丸が書いてある、ないなそういうのは、あ、わかった、ん？わかった、あったあったあった、北口さんこれだ、これ安全ピンって言ってたの？いやわかんないけどちょっとあれでしょ、くぼみがあって、で丸いポッチでそのくぼみをクイッてやると、さっき説明した何かをロックするときに使うような装置、ああまあそうとも言えなくもないかもしれない、それが安全ピンね、でも指輪はある？指輪はない、ポーンでしょ、うん、ポーン、コイン、うん、ハンドル、うん、安全ピン、うん、まあ残ってるね、最後来た来た、来たんだ来たんだ、すげえすげえ、これ来た、お互いの動画を並べてさ、どっちの説明がトンチキだったかバレてしまうね、来たよしよしよし、来たよしよしよし、来た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 、そしたらあれはちょっと俺見る、北口さんのやつ見たい、あ見れねえのか、ちくしょう、見てよ、あいけないんだ、いけない、これ次北口さんは何かするんじゃない、なんか、うん、パレードみたいなの始まって音してますね、おなんか音するよ、どっちに行くんだ、あ二人で船乗れる、こういうじゃん、イエーイ、楽しい、ちょっとあれですね、見たいよ、録画データ気になりますね、これ気になりますよ、安全ピンじゃねえだろっつって確かに安全ピンじゃないかもしれないな、後で俺怒るかもしれないですよ、安全ピン、いや安全ピンではないかもしれないでもなんか5種類しかさ、その形なかったら大体でわかるだろうっていう読みで、あの最初に言った喫茶店の椅子もちょっと分かってほしいな、喫茶店の椅子、うん、ちょっと審議、なんだなんだなんだ、あなんかすごいテーマパークか、うん、おもろ、うわうわうわ、水かかるやつ、うわすごいすごいテーマパーク、すごい某、ね、舞浜みたいな感じ、ね、世界中の人形たちが集まってそう、すごい、あこれですごい、あ分かれるんだ、これ分かれるんですね、分かりたくないな寂しいですね、行ってきます、あもう行ってる振り返らず行った振り返らず行ってる人がいる、保育園とかで子供とお別れするときは、うん、その寂しいみたいな気持ちを出すとね、子供が泣いちゃうから、うん、行ってくるよっつってこう元気に行かないと、あそうだ、ね、じゃあ俺も寂しい気持ち出さないでしょ、そうですよ、さあは、なんか、はい、人形が動いてます、4人の人形が動いております、4人の人形、俺はこいつらにどういうインタラクトができるのか、こっちはなんかね、海の中の博物館みたいな、あ、なんかね、印が4つあります、ありますよ、こっちも、うわこれはその4つ言っていいですか、はい、俺の印の4つね、いいですよ、キノコの山、それなんかさ、右から左からとかある、まず左から行くね、うんうん、キノコの山の上にお尻がくっついてるやつ、うん、バナナ、うん、チューリップの花の逆さま、うんうんうん、最後よくわかんねえな、これペグ、違う、もしくはアヒルの、じゃあ鳥の象形、鳥の頭の象形文字みたいなやつ、と4つです、わかりました、なんかね、かぶってると思います、あのなんですけ、ちょっと待ってちょっと待って、キノコの山の上にお尻があるってさ、これ、ええ、人って言った方が早くない、人が手挙げてる、
スカートみたいなの着てる人が手挙げてる。違うのかな見てんの。あとチューリップの逆さは分かりました、うん、あと鳥の象形もなんとなく分かった。バナナは？バナナ完全にバナナだよ。ない。人がね座って休んでるみたいなやつ、なんか ORZ ってさあるじゃん、アスキーアートの、うん、あれの人が休んでるバージョンみたいなしかない。なんかでその横にはなんかこう海賊のマスコットみたいなの置いてあって、ハテナマークが書いてます。ね海賊の人形こっち4つあって、うん、4つ、うん、その4つそれぞれ、うん、ね海賊の人形がまず、うん、うん、高さの違う、うん、まあ、杭みたいなものの上に立ってるんですね、うん、はい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 、うん、海賊の人形4種類杭、うん、高さの違う杭に立ってる、うん、でそいつらは、その杭のところに、うん、さっき言ったマークが書いてます、うん、で4人の海賊がいるんだけど、うん、それぞれ違う感情の表す動きをしてる。はい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 。一番左の子は、うん、そのキノコの山の上にお尻なんだけど、うん、こいつはみたいな驚きのポーズ。はい。っていうポーズだね。そう、はい。そう。で、左から2番目のバナナの人は、うん、ガッツポーズ、グッガッツポーズ、やったー。やったー。グッガッツポーズ、はい、やったー。左から3番目の逆チューリップの人は、ファイティングポーズの左右手だけというのか、まあガッツポーズの最初だけ、これちょっと似てますねこれ。うん、まあなんとなく分かった。で一番右の鳥の頭みたいな人は、うん、腰に両手を当てて、はい、アメリカのヒーローみたいなポーズで立ってて、はい、俺の目の前に一体もやるでしょ。それです。それ。なるほど。それです。それが下がハテナって書いてある。つまりこれ鳥の頭きた。おう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 おお、きたぞ。怒りを上げろ、はい、第1ラウンドの始まりだ。えこれから始まるらしいよ。あ、泣いてる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 やつは泣いてる。あ、人が体育座り、うん、あ、人体育座り、はい、オッケー、オッケーオッケー、ルールわかった。が両手がガッツポーズ。両手がガッツポーズ。両手がガッツポーズ。ロッキー、ランボー、プラトーン。人が座ってる。人が座ってる。手挙げてる。うん、手挙げて座ってる。オッケーオッケーオッケー。ロッキー、ランボー、プラトーン。次はまだまだ来てる。え、どこだ。あ、次にちょっと待ってしてる。泣いてる。ちょっと待って。泣いてる。あ、鳥の、ね、泣いてる。あ、ちょっと待って。キノコの山、キノコの山、キノコの山、キノコの山。キノコの山。オッケーオッケー。あと、アメリカポーズ。アメリカポーズ。鳥だよ、鳥の頭、うんうん。パスファインダーがやってるポーズ。はいはいはい。おお、すごい。盛り上がっていこう。盛り上がっていこう。まだある？あるな、これ。ええええ触る、俺が触れるっぽい。あ、はい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 。じゃあ教えて。どれ？俺4つの、あ、4つのマークついてるよ。そう、だからハテナのやつを当ててくんだよ。だからハテナの像の感情を教えて。あ、おど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 してる。あーそう。はい、その人形の逆側にさ、うん、窓足のなんか4つの火事みたいなやつが出てきて、うん、そいつに騙された。そんなことあんの。あ、やべ、またリトライじゃねえこれ。リトライだろうな。え、暗くなっちゃった。え、俺が今ねチケットを引いてる。ああ、なるほど。ああ、なるほど。金銀銅チケット、銅チケットもらいました。うんうん。あ、で進めるみたい。分かった分かった。謎ごとに難易度的な、あの、例えばオーバークックとか料理芸の、あ、星1ってことね。星2星3で星1を取った感じ。
悔しい。ダメだ。くそー。あー、すいません。商品受け取ってませんでした。受け取れって言われたんだけど。あー、なるほど。こうやって取って。え、違う、俺はでもなんかあれって言われてるな。たぶん入れるわけよ、俺が。うん。そうすると出てくるんじゃない？いやー、悔しい。いやー、このゲーム面白い。いかなかった。どのくらいやる？一人一人見てるやつ違ったんだね、なんか。キノコの山の上にお尻ってなんだよと思ってたけど、ね、いやあったんだよ、あったんだよ、本当に。まじでそれが正しいかどうかは視聴者の方に委ねるよ、判断を。後で見て笑おう。キタクさん気づかないシーンを見て俺は嘲笑おう。いやマジでさ、でも逆側にさ、うん、もう完全違うやつがいたんだよ、本当。なんかいかにも問題っぽいやつが。悔しい。え、キタクさんもう行っちゃったの？もちろん、あの、さよならの時はね、カラリと行くんで。いやいなぁ。あ、お、チケット、あ、俺これチケット係か、これ。あ、じゃあ、俺が多分、北口さん問題出して、北口さん答えるやつなんじゃない、今回は。チケット入れるところはあるけど、うん、あのね、ゲームオーバーになると、いた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 。いた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 。ゲームオーバーになると、うん、リトライ券みたいなのもらって、それでやり直すのよ。そこの。リトライ、ああなるほど、コーナーに。はあ。おお。あ、ひ、うわー、これ超頭使いそうな雰囲気。なんだこれ。うわー。めちゃめちゃ謎っぽいのがいっぱいあるんだけど。ちょっと待ってよ。え、どうしようって感じ。お。ああ。なんかね、取れる。なんか取れるよね。うん、場所置くのかなこれ。え、あ、とりあえずここに置けと。残りのタイル10。あ、どうすればいいんだ。取ってパズルを完成させるんじゃないの、うん。でも10点取るってことは緑で10点にするってこと。あ、これ2人で交互にやるってことか、多分。俺置けるとこしかないんだけど。ちょっと待って、適当に置いちゃったな。置けるとこってさ、広くくぼみになってるとこ。なんか俺明らかに置けるとこ2箇所しかないんだよ。なんか2箇所。あ、北口さんと見てるとこ違うんだ。違うんじゃないかな。ちょっと置いてみたぞ。ちょっと適当置いてみるんで。うん。9になった。そう。2点。なるほどね。翔平さんはここに置いたってことか。右に置いたってことかな。ね、10点取ればいいってことか。ちょっと待ってね。何が3点なんだこれ。つながってれば10点つながればいいんだよ。ここに翔平さん置いたんだよな、多分。だからこうして、違う俺が置くとこはね、あれなのよ、大きいパズルの盤の目みたいになって、そこに最初に2つだけ置かれてて。え、俺もそうだよ。ああ、なるほど。あ、同じのがじゃあ展開してんのか。トップ、うん、3枚なってる。なってる。で、斜めに連なってる。一番手前の左下が赤と左端に緑。俺は順番は違うけど、赤青、いや緑赤青だね。違うんだ、見えてるもん違うんだ。もしかしたら見る角度が違うだけで一緒かもしれん。これなんで翔平さんタイル置いてよ。これ置いた。うん、そしたら俺が拾う番じゃない次。あー、わかった。なるほどね。うんと、つながっていかなきゃいけないから。うん、なるほどね。翔平さんが拾うんか。真ん中のやつ拾ってほしいな。真ん中拾った。北口さん、俺今、北口さんの方見てんの見える？真ん中の段立ってる。おお。見える？あー、なるほど。俺のとこ見える？見える。なんか全然違うわ。そう。あ、なるほどね、うん。俺のやつ分かりました、これ。
わかった。ちょっと待って。グループどうすんのそれ。これズルしてる今もしかして。いやいいんじゃない。こういう感じなんじゃないの。これあこれじゃここじゃないんか。そのグループってどうやるんだろうねそれ。あでもこれデフォルトだから。うん。緑をつなぎたいんだよね、うん、だからこれ上側に持ってかないとつながんなくないこれ。そうそう置くとこは3つしかない北子さんのとこって。俺がだからそこ置くと置けるとこ増えてくってこと。こっち側なの点数計算されてんの。そう俺がマスを増やしてって北子さんが点得点ゲットするとか。でもあっちに倍率が出てんじゃないの。うん、そう今さ今黄色が2倍で赤が3倍になってるよね、うん、ま、本当だ。緑くっつけて置いてみるとりあえず。うん多分今回北口さんがゲームマスターっていうか、うん、プレイヤーだから北口さんの方で加点されていくのよ。で北口さんの点が21点以上になれば金で、うん、12点以上だとスコア星1。ああこれか、うん、なるほどね。だから北口さんの方で2点取ってく黄色取ってく。どっちだこれ。これ俺が取るとこれどうなるとこれ。おでも翔平さんがやっぱ先に置くんか。うんそう俺が置いてちょっとやってみるよ、うん、もしかしたら陣地が広がるかもしれないから、うん、ここに、うん、あ広がった広がったこっちが広がったわ、うん、そうだよね。北口さんは北口さんでそのゲームをしてって俺は俺でなんか別の点の取り方をしていく。うんそうだね。で次のラウンドになるんだね。むずくねこれ。あで青が出てきたから次青なんだ、うん、だから青をで翔平さんは緑と青の赤のパネルなんだこれ。緑と赤のパネル。で、青は俺ここに。あ、なるほどね。わー。どうした？わかった？ね。うん。わかったわかった。うん。ちょっと説明がむずいんだけど、うん、要はその、俺のこの石をどこに置けるかっていう話で、うん。俺は今、何全部置けるすごい重要なところを、使ってしまったんですね。まあでもいいや。とりあえず一旦、青はここにしか俺置けないから青置きました。はい。で俺も、でも青は点数になるのか。なるね。うん。俺も次は俺のオクターンなんだけど、はい。取れるのが1個しかもう決まってんのよ。うんうん、台座が下がっちゃって、うんうん。1個しか取れないもう。うん。青と緑ね。うん。やつ。うん。これをどうすればいいんだ。これね、俺の点の取り方分かんないんだよね。うん、今とりあえず10点、10点にはなったぞ。ねえ緑で青で10点になったからあと2点取れば。で赤なんだけど、うん、赤なんだけど赤は、うん、俺はもう赤はもうここに置くしかないんだよ。ほうほうほう。赤ってそもそも点がないもんね北口さんの番だと。いやあるよあるある全部あるんだ。うんある。あああれってただの累計なだけで。そうそうそう。あれが0で2点ですってことで色は関係ないんだ、うん、そうそうそう。はいはい分かりました。じゃあ北口さんはつながりそうなとこ置けばいいんだ。そうね。どっちなんだろうね。これ奥から奥のくぼみのここじゃね。噛んでおけるいい。そうすると赤つながんね。緑だね。緑。ああ緑か。そこ緑か。ああじゃあ逆だった。ここじゃなくて。あでもとりあえず緑はここだったか。緑は次置けるようになったから、うん、ちょっと待って青ああなるほど
これ俺がどこのパネル取るか選べるんだな最初に、うん、で俺は緑を取りたいんだけど青赤青あなるほどそっか可能性的にこっちの方がいいな俺の点も考えつつなのかこれで赤青だから、うん、これ緑こっちにつなげてで赤青になるでしょ、うん、で今パネルっていうかその北口さんのその赤、うん、色付きのパネルは何個何が残ってんの色付きのパネル今はもう緑しか置けないあなるほどね次でも緑置けば4点になるのかあーかなそうだよね今いやでも詰まってるラインが見えてるそうだねとりあえず緑が4点になる ね、だから別に適当でいいのかでもあの青につなげてほしいんだよな青につなげてほしいあの青あ青か赤これそれ青か赤だからさ、うん、次置けんのかそのあの青か赤の隣に青ね分かった、うん、青はあ分かった分かった分かった置ける これどうこれで青置けるようになったはず青置ける青置けるオッケー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 ナイスナイスで次青あ裏にこれが出てんだ裏にこのエネルギーバーみたいなカラーエネルギーバーが出てんだそうで、次緑が出てくれたんで緑いった方がいいからまあそう倍率がねと緑取りますねで緑はここに置くんだけど、うん、でそうすると、うん、緑をつなげられるこのここに赤か緑を置けると点数が上がりやすいっす。ここね、そこね。ここ。ここね、そこね。ああ、でもそこあるよ、なんかもう。ちょっと待って。もう一回いい、そこ。ここです。この青があって、うん、間ね。さっき置いたところがあって。間ね。うん。オッケーオッケー、いけるいける。あ、生まれたすごい、うん、それはすごいでこれによって16点いったでしょ、うん、で緑次置けるんだけど、うん、赤で2点取ってから次全緑になるから、うん、待ってね緑を置いて青あ俺も分かったこれようやく俺のサイドの謎も解けた次全緑になるこれが2点なのかうん分かった分かったあいやでも緑置けるうちは緑置いちゃった方がいいよなまあそうだねもう20点でクリアだよ21点だよねでもう青で4点取ってるからもうああじゃあうん、置いて面白いで青はここ、うん、ここだね青はその今置いたとこのさらに奥というかはいはいはいここかなわかんない、うん、もしかしてさ北口さんがいる位置がさ、うん、スポットライトで照らされてない俺のいる位置あ本当だねえ本当だ翔平さんのいる位置照らされてるよそうだよね置いてほしいとこ動いてみてここオッケーわかったやべこのここ全てわかったでしょおいナイスあと3枚もう24点取ってるそしたら、うん、剣のがこれ青置いた
はい、こっちの緑を押して緑はどこ逃げてもいいから、まあ、こことかかな。あそこね。うん、これ視聴者の人分かってるかな。いや2つの画面が見れば分かるじゃん。うん、かなり複雑な謎でこれ配信とかでやるとむずいんじゃないかな。むずい。でも、まあ、とにかく緑を置いていく方針は変わんなくて。まあいいよ、もうなんか謎解けた。青はここだろうな。OKOK、そこも繋がりないから。これひょっとしてこれ全部21点目指さなきゃいけない、ひょっとして。え、だとすると話変わってくるよね。話変わってくるね。まあで分かってきたから、いけなかない。俺のルールが分かったからこっちの。なるほどね、うん、これで緑多すぎたな。やっぱでもちゃんと読む。緑カンストしちゃってるから次青いかないとダメだよ。そうだよね。わあ、うん、そうだな。くー、なるほど。全部21点か。ちょっと青いってでしたらもう青って次ここなんだよな。あ、ここあつなんだった、うん、で、うん、終わりました。はい、得点計算でしょ。なんか、うん、赤ゼロ、うん、あ、やっぱそうじゃない？これ、うん、全部さ、うん、全部オール21点でこれクリアなんじゃ、A クリアなんじゃない？これ、まあそうだね。ちょっと待ってね、ちょっと待って、これ引く、うん、あ、得点計算、あ、やっぱそうだ、リトライだ。うわー、むず。まあでも分かった。俺は俺で北口さんが終わった残りガスで選ぶ権利がないんだけど、うん、でもその書いてあるパネルでつなげていくと点が伸びるみたい、うん、倍率だよね。なんかそっちの仕組み分かってないんだよ、名前か、うん、俺分かった。なるほど。とりあえずスタートは、うん、可能性が高いやつを置いていかなきゃダメだから、とりあえずこれだな。はい、 OK。 これをとりあえずこっちに置いて、そこ置きたい。どこ置きたい。いや、それ今青緑ですよね。青赤ですよね。まあどこでもいいっすけどね。とりあえずつなげなきゃいけないから、まあそうだよね。じゃあ真ん中、うん、で俺の方で倍率上げなきゃいけないんだな、これ。その倍率も多分大事だよね。じゃあ青、次青じゃん。だから、それぞれをそれぞれの色で取っていく感じにするから、うん、こっちに青を置いて、うん、なんか青、赤、緑で、うん、この世界を3分割していきたいんですよね。三国志みたいな感じで。はい、それとこっち見れます？見れますよ。はい、赤はさ、そのこの辺のゾーン使いたくて、はいはいはい、青はこの辺のゾーン使いたくて、理解した。緑はこの辺のゾーン使いたいです。理解した。今はどっち伸ばしたいんですか？赤と青と緑。うん、ま、その倍率が上がりやすい方がいいな。オッケー。俺ね、今赤の倍率が全然上がってないから、はい、赤の倍率上げたいんだけども、はい、まだね、赤パネルをまだ手にしてないの。北口さんの残りカスでやってるけど。はい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 。なんかとりあえず今青の倍率を上げてこっかなーって感じ。はい、ここ分かりました。ここに置いてもいい？今俺立ってるとこ。大丈夫。あ、いいっすよ。これで青倍率が3になった。なるほど。次赤倍率上げたいな。赤倍率上げたいときは、うん、ABC どれ取りたいの？C。C 取りたいんだ。あ、OK です。じゃあ C 取るよ。うん、これでやり方可能で分かったわ。で C 取るっていう場合に C 取って俺置きたいの、こことかな。そこに置きたい。うん、
大丈夫？ちょっと待ってくださいね。それ何色のパネルでしたっけ？それ赤色パネル、全部全赤パネル。全赤をそこに置く。こっちでもいい、この辺でもいい。いや、その辺青のゾーンになるから、うん、うん、今じゃあ今立ってる、今そこに置いてもらっていいですか？はい。うん、でオールになったから、あれこれ倍率伸びないな。伸びるはずなんだけどな。とりあえず置いてみましょう。はい。あ、伸びた伸びた、倍率伸びた。北口さんが置いてからなのか。うん。うわー、どれ取りたいですか、倍率的に。倍率的にはこれ緑でしょ。何でもいい、赤が入ってないから A か B がいい。 A か B。 うん、でも待って、 B は青パネルで A が緑パネルなんだけど、青はもう倍率3いってるから、うん、できれば A がいい。 A さ、うん、今俺が立ってるここに置けます？置けない。でもまあ置いても、ちょっと待って、ここは置ける？それ置けない。 A ってどこに置けます？ A って置くとしたら今ここか、ここ。そこ、ちょっと待って、それ か、 ここか、今立ってるとこか、ここが効果的だけど、もうこの辺に置いて伸ばしていくのもあり、全然こっから伸ばしていく。そうですね、うん、青でその辺の領地を使うってする気も、決め打ちするんだったら、うん、一旦翔平さんのとこに置くだな。 OKOKOK。 A だよね。 A、 はい、じゃあ A 取ります。はい。でここに置いて、ここから伸ばしていく。まあこれ自体はつながりないんだけど、うん、あとあと拡張性、はいはいはい。うーん、青がな、赤こっちに置いたら終わるから、これ緑って潰して、どうでしょう。もういいよいいよ。うん、さあ次倍率的にどれ置きたいですか？赤の倍率が低いから赤置きたいんだけど、うん、 A か B。 AA か B。 A の方がいいが、うん、A だったらどこに置きます？ A だったらここかここかここ、そこかそこか。北口さん今ちょっと位置ずらしてもらっていい？立つ。はいはいはい。あ、なんかこれ光っちゃって、同じ色だなこの赤。赤が超光ってる赤があって、まあこれは見え方がただの、うん、A、 ほんと A は赤青か。そこ今翔平さんが立ってるそことかいいですね。ここに、ここがいい。もっといいとこありますか？あるってこと？いや、ここでいい、ここ。あ、じゃあそこに、そこで赤を育てましょう。で A ですよね、はい、A を置く。 A ですよね、はい。B でもいいよ。 OKOKOK。 俺はここで、これか、うん、これで赤の倍率は3になった、うんうん、で緑のあと倍率伸ばすために仕掛けてるから、次 B か C がいい。あ、 ABC 何でもいいわ。いやでも B がいいな。 B がいい。 B をどこに置く？ B をここ、B をそこに置くのがいい。いけます。はい。B をそこに置くのがいいってことは、もうここはこうなんだな。こうか。いや、これ繋がんないか。あ、失敗した。A でよかったんだ、これ。待って、じゃあちょっとこれ、ここ置かないで。うん。一旦
旦こうするわ。あとで、ここ置いちゃった。はいはい、はい。一回これ倍率のためにやらして。緑は結構これで将来性はある。なるほど。逆にこれ緑になっちゃったからこれつなげられないな。うん。で、次が取りたいのは？次取りたいのは C。C ね。C をここに置きたい。C そこ。うん。ああ、C そこ。もしくは。C ここ。俺の都合だけで言うと、うん、そっちの方がいい、後者の方がいい。後者ね、OK。でも倍率優先でいいっすよ。いや、どっちも同じ。じゃあ C ですね。C です、はい。はい。これはもうここに置くしかないからこうで。ここでこれが。こうつながり、はいはいはい、緑の倍率が上がった5倍ですよ。うん、あと青とちょっとちょろちょろと取ればもうほとんどクリアだね。そう、とりあえず第一段階クリアになりそうだけど、うん、うわー全ふーきつい。どれ置きたいですか。ね、倍率的に弱いのが青だから、うん、青の橋の A、うん、ここ、そのここそこ、うん、あー A ですよね。うん、それか A でそこ、あ、いける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  A ですよね。うん、はい、これで北口さん取った A をここでこうした方がいいかな。うん、赤と青が伸びて OKOKOK。 赤21いった。次は残り何ラウンドだこれ。残りはね2ラウンド。2ラウンド、うん、なるほど。緑が弱いから、うん、緑は絶対取らないとクリアにならないから、うん、A が A 希望。あ、いいですよ、 A いける。 A どこに置く、ちなみに置くとしたら A はここか、うん、ここかここかここかここ。どこでもいけるけど拡張性だけ考えたら、うん、うん、あそこね、 ここかな。 OK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  A ですよね。 A、 はい、取ってこれ結構倍率上がると思うよ。これでおお18、うん、12、あと1回。青の倍率上げられれば B クリアにはなりそうだな。そうだね。その場合取るとしたらどれ。青はどれ、あ、 ABC どれでも青入ってるからどれでもいけます。置く場所は限られてる。この辺、この子とこことここだけ。青のあれがね、ああ、パワーセルみたいなやつ？そう、青のパワーセルがね、けどまあ、しょうがないか、倍率だけ上げればいいか。うん、なんか落ちた。ってなると、うん、まあ、とりあえず、A、B、C どれでもいいんでしたっけ？どれでもいいです。じゃあ、A にしような。A 取ります。はい。で、これはもう、ここに置くしかない。取って、これで青と緑の倍率が上がる。いけー、いったー、すげーいったー、すげー、やーべー、やったー。ワンミス許されるんだな。ということで、これと金チケですか。金チケですか。やばい、わあ、金チケだー、金チケだー、やったー、イエーイ。すごいゲームだな、このゲーム。やったぜ。で、商品はどうやって受け取るんだ、この金チケを持って下行くか。下でチケット入れるとこがあったんじゃなかったっけな。
あ、金チキ入れます。はい。はい、おお。さあ。商品を受け取るがよい。うん。おお。うん。うん？二人とも同じ目を見てんのかこれ。これは同じなんじゃないですかさすがに。うん。あ、もしかして船が？船大工出てきた？あ、そういうこと？さっきも船強くなるはずだったのか。そう。多分これ、あ、これで？さっき何もしなかったってことか。どうだからね。そう。うーわ。おお。ランタンついた。シャレオツになった。あのリューズっていうの？あそこはハートの形してて気まずいんだけど、北口さん。いいですね。いや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 。おじさん同士これ飲んの気まずいんですけど。あれでね、カップルでやってくださいということで。いやー面白いですね。めちゃめちゃ面白い。面白いけどこれ視聴者の人説明しながら果たしてやれるかもはや分かりませんが。とりあえず面白かったですね。神ゲーです。その謎の解きが結構歯応えあって、はい、解けるとすごい気持ちいい、ね、仲良くなるこれやると多分。確かにね。でもまあ逆にでもできなくてイライラすることもあるか、うん、ちょっと優しくこれのゲームやるときは優しく教え合いましょうということで。はい、おろい、面白いですね。ということで、We were here, Expeditions, the Friendship でございました。はい、お求めやすい価格になってますんで、ぜひですね、遊んでみてください。よろしくお願いします。はい、この動画が面白かったらチャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。またお会いしましょう。さようなら。さようなら。ジャギーン。